皆さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。小室明が、はっきりと断言。記事の一部を引用してお伝えします。眞子さまは、結婚に向け盲信されているのだろうか。小室さんが、28ページに及ぶ文書を発表した後一転して、解決金を支払うことを表明。そのあたりから、眞子さまに対する報道も、多く見受けられるようになった。というのも、 秋篠宮家の最側近である家事流事公師職大夫が会見で当初の解決金は支払わないということについて、ま子さまのご意向が大きかったと明かしたということもあるだろう。週刊文春によれば、小室さんは文書の内容や行動について、逐一ま子さまに報告しているという。もはや、小室さんの言動の鍵は、ま子さまが握っているも同然だというのだ。報道当初に、 小室さんが報道陣に対して、真子さまと電話したということを、勝手に話してしまった際には甘いのよと、真子さまに叱責されたという。小室さんと真子さまは、結婚前から、しっかりとした信頼関係が築かれているようだ。真子さまは、結婚に向け、強い意志を持っておられ。 結婚前に功績を離脱する可能性も世間が批判をするならば約1億4000万円という結婚一時金も放棄することも辞さないとおっしゃっており、宮内庁関係者を困らせているそうです。まこさまに何も物を言えない状態の可能性がある小室さんだが、一つ気になるのは、本当にまこさまが思い描かれる通りになるのかということだ。というのも、小室さんには、 母、かよさんという、金銭トラブルを起こした長本人が存在する。元婚約者のさんから、400万円を頂戴資産の生命保険の受取人も、婚前に自分に変更させ、それが500万円とわかるやいなや少ないと、激怒したそう報じられたのがかよさんだ。しかも、婚約者がいることを世間に隠した上で亡くなった夫の遺族年金ももらい続けていた疑惑も、これらは、 すべてさんが受け取ったメールに証拠が残されている。セレブに憧れていたとも言われる関与さんは、真子様と自分の息子が結婚してくれれば、この上ないステータスが手に入る。しかし、一方で、真子様が皇族を離れれば皇族費は入らない上結婚一時金の約1億4000万円も、真子様が辞退するとすれば、そのお金も手に入らない。元婚約者との対立ぶりを見れば、 小室さんは母親にべったり、シングルマザーとなったかよさんを少しでも楽をさせたいと考えているでしょう。そのような考えで、マコ様を一生愛し続けることができるのかがポイントになる小室さんサイトは、元婚約者 A さんに感謝する、どころか悪者にするような文章を発表し、もとを分かったマ子さ様の一時金を含め、お金が手に入らなかった場合、 小室さん一家は、どう動くのだろうか。この記事皆さんは、どう思われましたか。一時金もなく、裏からの皇室支援もないと、保障するなら結婚すれば良いと思う。こんなカップルがどうなろうと、国民は、もはや知ったことではないと思う。お世辞にも名誉な結婚ではないので、日陰で暮らしていただくようお願いします。ただ、あの、 がめつい母親が、それで満足するとは思えない。高い生命保険をかけられないよう気をつけるべき。では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。一部メディアは、わざとやっているのかと疑わざるを得ないが一時金と、派別に二人合わせて基本ルール通りだと、年間4500万円払うことになる。一時金ではなく死ぬまで毎年だ。一時金自体したから、 オーケーじゃなくてこっちも辞退するなら、喜んで結婚を祝うよ。結婚式の費用に税金が使われるくらいは、まあ、目をつぶるよ。ただ、ようやく話題になった遺族年金詐欺だけでなく、母親の犯罪まがいのことだけでなく、本人のいじめ疑惑と、いろいろ黒い噂が山積みであり、もうお金の問題ではないと、ま子さまの一時金がよく取り上げられますが、結婚するにあたり、 まだ解決をしなくてはならないことがあると思います。二人が本当に結婚したいのであれば、まず、元婚約者に対しての感謝の気持ちと金銭的と思います。その資金援助がなければ、今までの生活もなかったと思います。これは一般家庭でも同じだと考えます。また、遺族年金に関しては、母親自体の問題なので、本当に息子の結婚を望んでいるのなら、 自分自身できちんと説明する必要があると思います。体調が悪くて、長期入院とか、いつまでも逃げ回っていたら解決できることもでき、亡くなるし強引に結婚しても、順風満帆にはいかないでしょう。いずれにしても、自己都合的な考え方の親子だから、世間から叩かれてるのも仕方がないです。一時金や、その後の金銭的支援就職圧線が、本当にない状態で結婚する。なら、 それは自由にすればいいと思うけど、ろくに自力で稼いだことない二人が、それで結婚するのはお花畑というもので、結局は税金が投入されることになるのよ。まこさまの意向かもしれないけど、就職もしてない小室さんが結婚するという時点で、 公室のお金を当てにしている証拠だと思う。私が頑張るから、就職してなくても結婚してほしいと、相手に言われても、普通就職するまで待ってもらうんじゃないか。申し訳な、池戸まこさまも変だよ。だから変なのに引っかかるんだ。小室母の疑惑だから、消室系本人は関係ないようなコメントを見たとこがあるんですが、もし本人が関係ないにしてもその、親が、 詐欺まがいのことをやっていたというだけで、皇族と親戚関係になるのはアウトですよ。それなのに、なぜ破断に持っていけないのでしょう。疑惑だからというなら、きちんと調べて白黒はっきりさせるべき。このような疑惑が出てきているのに、結婚は決まっていると言われ続けるのは、間違っている。もう、破断の選択肢しか残ってないかと。あのね、もう一度近年じゃないんですよ。 この人の人間性が問題なの。いろいろな疑惑のある家庭の人を、皇族の身内に迎えるのですか。どうやったら、皇室もおしまいです。小室さんは、一時金よりも結婚することって、自分に箔がつくことを知っているから辞退しないんでしょうけど、結婚前提の記事は、やめてもらいたい。極めて不愉快。一時金も毎年のお金も、何もなしで結婚できますかね。 実際問題、絶縁して、皇室を出るくらいでないと、誰も納得できないでしょう。でも、それは、現実問題としてはできないだろう。したがって、破断以外の結論はないと考えます。一時金なんてなくても、これからの人生において、皇室を出ようが、内心脳と結婚したら、国がいろいろと保障するでしょう。どんなことになっても、旦那を、 無職になんてできないしね。日本の面子になるので、元内親王が苦労したり、貧しい生活になんてありえないでしょ結婚すれば、小室さんは、思考の逆玉未来が約束されたようなもんです。そもそもそれが目的です。そうでなければ、こんな状態で。 結婚なんて普通は言えない。前代未聞の歴史に残る大スキャンダル。結婚などしたら追いかけられる。幸せな結婚生活なんてありえない。自分の一生も、皇族方の、今まで築いてきた、努力をすべて、真子様の勝手な行動でなかったことになってしまう。皇室不要論にも発展して、取り返しのつかないことになる。だろ30にもなり、 その判断ができないなら皇族というより社会人としてどうかと思う。プライドを持ち前を向いて皇族の一人としてつまらない人間は相手にしないことです。世間が批判をするならば約1億4000万円という結婚一時金も放棄することも辞さない考えが間違ってないか世間が批判って世間が悪いと考えてるのか批判されることをした方が悪いと思うのだが皇族の立場と影響力で トラブルの一方に肩入れするなどあってはならないし結婚するのはご自由にして構わないが、皇室と完全に縁を切って中立って、願いたい1億4000万円だって、自分の金じゃなく国民の金じゃないか放棄することも辞さないって、なんて言い方だよ。苦しんでいる国民が出した。だから、経験親子を犯罪者として逮捕させるしか方法はありません。そうすれば、 何ら血税を使わないでいいし、馬五作は離脱ささせて、犯罪者と繋がればいいでしょう。腹を決めなさいよ。法改正しなさいよ。自ら、離脱は、何ら血税を使わないと。皇室離脱するなら、今まで小室にかかった費用の返還してください。そりゃあ、金が入らなくなったら、暴力団の嫌がらせが始まるでしょう。M 子内心動が、 たとえ皇族を離脱して結婚してもそれは小室側の人質として使われる可能性は高い。宮家は離脱したからといって、実施を放置もできず、小室の脅迫まがいの要求に翻弄されることになるであろうことは目に見えている。刑は不明なのに、こんな記事を書くな。国民は税金を使うから怒っている。犯罪をはっきりしてそれから結婚刑をやえむ故記者会見。